TDK が世界最高水準の電池を発表しました。TDK は体積エネルギー密度が1リットルあたり1000ワットアワーに達する全固体電池の材料を開発したと発表しました。この値は酸化物系の全固体電池としては世界最高水準だとしています。TDK は6月17日にこの発表したんですけれども、その翌日に株価が大きく伸びまして、上場来の最高値を更新するなど、まあ、株式市場でも注目を集める技術になっています。 で、まあ、もともと TDK はですね、えー、得意とする積層セラミックコンデンサー。まあ、これ MLCC とかって呼ばれますけれども、それがですね、世界的な AI ブームの中で需要が伸びるんじゃないかというのと、まあ、それに加えてですね、まあ、動画の後ろで触れ,られるんですけれども、TDK の他の新型電池、まあ、ややこしいんですけれども、今回の全固体電池ではない新型電池もですね、AI ブームで販売が増えるんじゃないかと見られていまして、もともと株価上がっていたんですけれども、まあ、今回の全固体電池の発表でさらに一段高となったということです。酸化物系の固体電解質。 さらにはリチウムの合金負極、これらを用いることによって、高エネルギー密度を達成したというような内容になっております。高いエネルギー密度が特徴の電池ということなんですけれども、今回の動画ではですね、電池を構成するパーツのうちの負極に特にフォーカスをしていきたいなと思います。こちら、ある論文からの引用ですけれども、近年、全固体電池用の先進的な負極に関する論文が急増しているということです。 まずの棒グラフがですね、布極に関する論文数を表しているんですけれども、確かに布極が最近のホットなテーマだというのが伺えますね。 まあ電池は正極、電解質、負極のまあ3つのパーツからなっていまして、まあ、両端の正極と負極がですね、電気を貯める貯蔵庫でして、でまあ、間にある電解質というのがですね、リチウムイオンの通り道になります。まあ、ということで,ですね、貯められるエネルギーを増やしたいなとなった時はですね、貯蔵庫である正極または負極を改良する必要があるということなんですけれども、まあ、長らくですね、この電池をめぐる戦いというのはですね、正極の方がこうメインでした。 ま、あの、NMC とか NCA とか LFP という言葉で,ですね、電池のニュースで聞いたことがあるよという方いらっしゃると思いますけれども、ま、これは正極の材料のタイプを表していまして、まさにま、その正極の材料で各社が競っていたわけですね、その電池の性能を。 まあ一方ですね、次世代の電池に向けてはですね、ここ10年くらい盛り上がっているのは全固体電池ですよね。これというのはですね、イオンの通り道である電解質の部分の話でして、まあ従来の電池ではですね、燃えやすい有機溶媒という液体が使われてきたんですね。まあ要は油が使われているんですけれども、これを安全な個体に置き換えようという方向性ですね。 しかしまあ注意なんですけれども、この電解質を個体にしただけではエネルギー密度は増えませんよね。まあなぜならば電解質というのはイオンの通り道だからですね。まあそんな中昨今注目が集まっているのが不極です。まあ不極には長らくですね、黒塩が使われてきまして、まあ炭素からなる黒塩が使われてきまして、まああまり大きな変化は起きてこなかったんですけれども、ここに来てですね、黒塩とはまた違う材料を使って劇的にエネルギー密度を高めようという研究開発が盛んになっています。 ま今回の TDK のですね、リチウム合金不局というのもそのトレンドの一つとなってきます。まあ、そんな最新の電池技術について、今回 TDK の技術者3名に詳しくお話を伺っています。が、しかしですね、当然ながら、まあ、様々な企業秘密を含んだ内容になってきますので、お答えいただける内容というのは限界も多々あります。 ということでですね、今回は内容を補強するためにですね、布局に関する複数のレビュー論文を参照しています。あの、レビュー論文というのはですね、100以上の最新の研究報告をまとめて、まあ、総括したよというようなレポートでして、まあ、今回は主に、まあ、こちらですね、6月20日に公開されてたばかりの不局材料の課題と戦略といったタイトルのレビュー論文、これをまあ、主に参照しています。 ま、加えてですね、電池業界に詳しいアナリストの方にも話を聞いています。まあ、今回の電池どう評価していますかというようなことを聞いていますので、まあ、そのアナリストの方のコメントも随所に入れていきながらお伝えしていこうということです。まあ、ということですね、世界的な研究の動向だけではなく、業界の動向も紹介していきながら、TDK の電池について詳しくお伝えしていこうと思います。でですね、あの、詳しくお伝えしていく前に2つ注意点があります。 まず、エネルギー密度1000という値が、これ、まあ、どんな値なのかということですけれども、これはですね、パッケージを抜いた電池本体の部分のエネルギー密度を指していまして、あの、まあ、乾電池のこの周りの乾々の部分に相当する、このパッケージ込み、これを込みだと1リットルあたり750ワットアワーという値になります。まあ、あの、周りのパッケージ部分っていうのはう電気を貯める能力ないですから、それを込みにするともちろん値は減るわけですね。そうすると750ワットアワーという値になるということですね。で、まあ、今回の電池というのはですね、パッケージありでの使用を全然 定とするということなのでこれ以降はですね750という数字を使って説明をしていきたいと思います、まあ、ちなみにあの世に出回っているリチウムイオン電池のエネルギー密度はですね高いものでもだいたいまあ700程度ということなので、まあ、その値も上回っているとで、かつですね燃えやすい有機溶媒が使われていないということで安全性も確保されているというですねまあ容量と安全性を高いレベルで両立したまあ、そんな電池になっているということですね ただもう一つ注意はですね、この全固体電池は電気自動車向けではないということです。あの今回の TDK の電池はですね、背景にある画像のように、この小型の電池でして、さらに後で伝えるんですけれども、まあ、全固体電池の中でもですね、酸化物系という、まあ、自動車用途には難しいとされているタイプの電池となってくると。ということで、方向性があってですね、あの自動車向けとは全然異なる電池だということはご注意ください。 そしてもう一つ補足ですけれども、そもそも TDK ってあのカセットテープの会社だよねと。電池ってやってるんですかと思う方もいらっしゃると思うので補足をしておきます。こちら2023年の携帯電話向けリチウムイオン電池の出荷量ベースの世界シェアなんですけれども、世界トップは TDK の子会社の ATL となっています。圧倒的な視野ですね。 まあ、ということで皆さんがお持ちのスマホにもですね、高い確率で TDK の子会社 ATL の電池が入っているわけなんですけれども、まあ、ちなみに TDK にとってこの電池というのは重要分野でして、連結売上高のおよそ6割はこの電池事業が占めているとなっているんですね。まあ、そうなると気になるのはですね、今回の最新の全個体電池はスマホに使えるのかということです。まあ、先ほど自動車用途ではないと伝えましたけど、スマホは用途に入ってくるのかということです。小型 ICT 向けのデバイスを想定しておりまして、例えば、 ワイヤレス型のイヤホンですとか、聴スマートウォッチは、まあ、ギリギリ、あの我々もターゲットとしていきたい領域として考えています。まサイズ的にはですね、スマートウォッチがギリギリだということなので、スマホとかですね、ノートパソコンといった領域は今の技術では難しいということです。まあ、今回の電池は割れやすいセラミックスをベースとしていますので、まあ、大きなサイズは取りづらいものというふうに見られます。 で一方で,ですね、スマートウォッチのサイズはギリギリいけるという発言でした。あの、ターゲットにですね、スマートウォッチが入る入らないでは、まあ、今後のですね、販売数量を大きく作用する可能性があるということなので、ちょっと本当にいけるのかなと思ったので、軽く計算してみました。あの、ネット上でヒットしたあるスマートウォッチの容量は 1.189Wh ということでですね、これを電池の体積エネルギー密度750という値で割ると、必要な電池のサイズが 1585立方ミリメートルというふうに出てきます。これは果たしてセーフなんでしょうかこの値をですね、こちらの図に当てはめてみようと思います。この図は電池の大きさとエネルギー密度を表す図でして、この青い点が今回の発表時点での電池のスペックになります。横軸が電池のサイズでして、あの対数メモリという特殊なメモリであることに注意して読み取ると、大体大きさは500立方ミリメートルくらいになります。では先ほど計算したスマートウォッチ向けの電池がどうなるかというと、 この赤い星ら辺になります。あの図の薄い紫っぽい帯の部分がですね、TDK がターゲットとする小型のウェアロブル端末ということで、確かにギリギリ範囲内に入っていますね。ま、あの今回発表した電池よりも3倍ぐらい大きくする必要があるわけなんですけれども、その見通しはあるということなんでしょう。え、電池業界に詳しいアナリストはですね、スマートウォッチもターゲットに入るというのは大きなポイントだとコメントするとともに、EU の電池規則は追い風だろうともコメントしています。 あの、これ、ま、どういうことかと言いますと、EU ではですね、より環境負荷の少ない電池をですね、使っていこうという電池規則、ま、あ要は規制が去年発行されたんですけれども、そうなるとですね、使い捨ての電池をこう、繰り返し使える電池に置き換えていこうという流れが強くなってくるということで、こちらの図にコインという文言がありますけれども、まあ、使い捨てのコイン電池を今回の全個体電池に置き換えていく可能性はあるということです。 はい、ここまで前置きでちょっと長くなっちゃいましたけれども、TDK の新型電池について、ここからさらに詳しく見ていきましょう。まずはこちらの表。まあ、他の電池と比較することで、TDK の電池の特徴は何なのかというのを把握しておきたいと思います。えまずは電解質に注目しますと、あの従来の電池というのは、あの先ほども伝えましたけれども、燃えやすい液体を使っているんですけれども、一方 TDK、そしてトヨタや日産が開発中の次世代電池では固体を使っています。 ただ TDK はですね、酸化物系というタイプの固体電解質であるのに対して、えー、自動車メーカーのトヨタ、日産はですね、硫黄を含む化合物である硫化物系の全固体電池、固体電解質を採用する方向なんですね。 で、この硫化物系の特徴の一つというのはですね、柔らかいと。つまり、まあ、耐久性が高いという点なんですけれども、あの、自動車という、この、絶えず振動が発生する厳しい環境に向いているのは、この耐久性が高い硫化物系だとしてですね、まあ、車向けの全固体電池というと、まあ、硫化物系が種類になってくるということなんですね。ただですね、この硫化物系というのは空気中の水分と反応してしまって、まあ、有毒なガスが発生するなどですね、まあ、扱いが難しいなどの課題もあります。 一方、今回 TDK が採用した酸化物系は、まあ、非常に安定で扱いやすい物質なんですね、えー。ただですね、酸化物系は一言で言うとセラミックスなので、まあ、振動には弱いです。ということで,ですね、今回の TDK の電池、まあ、将来的にです、ね、製造プロセスが進化していって大きくしていけばクラ車にもですね、使えるんじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、そもそもですね、この固体電解質のタイプが割れやすいということなので、まあ、それは厳しいと。TDK もですね、自動車向けではないというふうに明言しています。 その他全固体電池の各タイプのメリット、デメリットなどについてはですね、あの過去のトヨタの電池を取り上げた際の動画で詳しく扱っていますので、ぜひそちらを参照してください。まあ、今回はですね、とにかく不極にフォーカスをするということで、お次は不極の欄を見ていきたいと思います。従来の電池は炭素からなる黒塩が使われているのに対して、TDK はエネルギー密度を高めるリチウム合金を使っています。 そして日産は、まあ、これまたですね、エネルギー密度を飛躍的に高めるリチウム金属、まあ、つまりリチウムそのものをこう電極に使うと、負極に使うという方向性を明らかにしています。まあ、トヨタがですね、現状あの負極に何を使うかっていうのは分かっていないんですけども、まあ、何らか先士的な材料を使うんじゃないかというふうに見られています。 で、この負極材料の黒塩、リチウム合金、そしてリチウム金属の違いはこれ何なのか、なぜエネルギー密度が大きく変わってくるのか、そして課題は何なのかなどについてはまあ気になるかと思います。ということで、最新のレビューをここから見ていきたいなと思います。 こちらの表ですね。負極の主な三つのタイプ。挿入型、合金型、リチウム金属の特徴を示したものになります。今世の中で広く使われている黒塩負極は一番上の挿入型に属しまして、今回の TDK の電池のリチウム合金というのは当然真ん中の合金型に分類されます。で、まあこれ一つ一つ見ていきたいと思うんですけれども、まずはあえて一番下のリチウム金属。これを負極に使った場合を見ていきたいなと思います。 はい。で、リチウム金属不極のですね、理論容量は、国鉛のおよそ10倍ということで、非常に魅力的な材料なんですね。で、あの、実はですね、リチウムイオン電池の歴史を振り返りますと、あの、1970年代に、まあ、最初にこのコンセプトを発表しました、アメリカのウィッティンガムさんはですね、布極にリチウム金属を使おうとしていたんですね。この、まあ、エネルギー密度の相当高い、このリチウム金属を最初使おうとしていたんですね。 で、まあ、もし問題なくそのリチウム金属がですね、使えていたら、まあ、今頃ですね、世の中は電気自動車で溢れていたんでしょうけれども、残念ながらうまくはいきませんでした。立ちはだかる大きな課題は、デンドライトというものなんですね。リチウム金属不極の反応プロセスというのは非常にシンプルでして、充電と放電の過程でですね、リチウム金属が溶け出してリチウムイオンを放出すると。 で、逆にまあリオンを取り込んで金属に戻るというのをこう繰り返していくんですけれども、その時にですね、あの反応にムラが生じまして、リチウム金属のこの部分はよく反応するけど、この部分は反応しないみたいなことがですね、まあ起きえるわけなんですね。まあ、するとどんなことが起きるかというとですね、あの図のように重放電を繰り返すとリチウムがですね、あの局所的に徐々にこう積もっていって、トゲトゲが成長していってしまうんですね。これをですね、デンドライトと呼びます。トゲトゲをデンドライトと呼びます。で、このデンドライトがですね、あの反対の正極まで到達してしまうと、 ショートしてしまって、発火爆発につながっていくということなんですね。でもこうしたですね、デンドライトという難しさのためにですね、発案から50年経ってもですね、リチウム金属不局というのは実用化に至っていないということなんですね。ということで、ね、今回参照している最新のレビュー論文ではですね、このデンドライトの問題を対処するためにですね、様々な取り組みが紹介されているんですけれども、ここでは一つ紹介していきたいと思います。それがこちらになります。 あの、込み入った図なのでですね、あの、雰囲気だけ感じ取ってもらえたらと思うんですけれども、図の CNT と書かれた網目構造のものがですね、カーボンナノチューブでして、あの、この構造というのはですね、リチウム金属単体ではなく、リチウムに、あそのカーボンナノチューブのシートを埋め込んだというような構造になっているんですね。で、これ何のためにこんなことをやってるかというと、あの、カーボンナノチューブというのはですね、非常によく電気を通しますので、それをリチウム金属にこう埋め込んだということですね、重放電の反応が均一にこう、 リチウムの至るところで均一に起こるということなんですね。まあ、つまり反応村を抑えることができるということで、まあ、先ほど伝えたデンドライトの成長が抑えられるという仕組みのようなんですね。 実際論文によりますと、容量密度は2830に達すると。そして1000回の重放電にも耐えるというふうに書かれています。まあ、あの、これはですね、リチウム金属単体の場合のこの理論容量密度3860からはまあ劣るわけですけれども、現状使われている黒塩不極の372という値を圧倒的に上回る値ですね。まあ、これはですね、あの、非常に高価なカーボンナノチューブを使っているということで、コストの問題など、ま、当然いろいろ課題はあるわけなんですけども、興味深いアプローチになっていますね。 まあ、といったような工夫によってですね、あのエネルギー密度を劇的に高めるリチウム金属を不極に採用するという動きがあるわけなんですけれども、今も実用化には至っていません。まあ、そんな中、もしですね、この日産が実用化できたとすれば、快挙であることは間違いありません。じゃ一方ですね、あの、今実用化されているリチウム4電池は、どんな仕組みでこう問題なく動作しているのかというと、それが一番上の挿入型ですね。 その挿入型のうちの最も代表的なものが黒鉛でして、まあ現状のバッテリーのほとんどがですね、不極に黒鉛を採用しているんですけれども、その構造はですね、あの、この図のようにですね、1層、2層、3層と相乗になっていまして、リチウムはその隙間をですね、こう出たり入ったりすることで重放電を行う。まあそんな仕組みになっているんですね。 まつまりですね、先ほどのリチウム金属を負極に使う電池というのはですね、電極そのものがこう溶け出すという形でしたけれども、黒鉛を使った場合はですね、重放電の過程でこう炭素の構造自体はこのそのまま維持されるということで、まあ、非常に安定して何度も重放電を繰り返せるというメリットがあるわけです。まあ、つまりまあ寿命がこう長いということですね。 まあ、ただですね、一方、電気をこう貯めるという観点では、全身リチウムですよという,こう、さっきのリチウム金属に比べると当然、まあ、炭素の骨格がドーンと存在する、この黒鉛ではですね、まあ、圧倒的に身を取ると、えー。エネルギーを貯めるという観点では身を取るということで、黒鉛に代わる材料の探索が続けられているという現状ですね。まあ、そこで候補になってくるのが、真ん中の合金型です。TDK の電池はこれに該当してきます。 ま、リチウムはですね、室温で多くの金属、またはですね、シリコンや鈴などの金属に近しい性質を持つ半金属と合金を作ることができます。まあ、そんなリチウム合金をですね、布極に使うというアプローチがですね、注目されているんですけれども、その中でも代表的なものはシリコンとの合金不極でして、容量密度はなんと4200という値で、まあ、先ほど説明したリチウム金属不極とまあ同等レベルなんですね。 なんでそんなにもですね、この合金はエネルギーを貯められるかということなんですけども、これはですね、あの、科学式を見れば、まあ納得でして。 今使われている黒塩不極は、あの、リチウム炭素6と書くんですけれども、その場合はですね、6つの炭素原子に対して1つのリチウムが入ってくると。まあ、つまり、1つの炭素原子あたり6分の1個のリチウムしか入ってこないというのに対して、シリコン合金の場合は、リチウム4.4シリコンというふうに書くんですけれども、この場合はですね、シリコン原子1つに対してリチウム原子が4.4個も入ってくるということで、まああの、現在の黒塩不極に対しても圧倒的にリチウムを貯められるということが、化、まあ、学式を見れば、なんとくなんじゃないでしょうか。 まあしかもですね、詳しい説明ちょっと割愛するんですけれども、化学反応の際のこう電位のレベルの関係でですね、あの厄介なデンドライトの問題も回避できるということなんですね。であればですね、このシリコン型というのは、繰り返しの重宝でにも耐えられる、弱点のない素晴らしい電池なんじゃないかと言いたいところなんですけれども、残念ながらそうはきません。 あの、先ほどですね、シリコン原子一つに対してたくさんのコリチウムが入ってくるという話をしましたけれども、これが意味をするのはですね、逆に言うと、シリコンの体積が膨張してしまうということなんですね。え実際論文によりますと、シリコンの体積膨張率は300%から400%に達すると。つまりシリコンが3から4倍に膨れ上がってしまうということで、これによってですね、重放電を繰り返すとシリコンが破壊されてしまう、などですね、様々な問題が引き起こされるんですね。 でまあ、こうした課題を克服するためにですね、まあ、ご覧のこの図のようにです、ねまあ、シリコンをベースとした不極の構造についてさまざまな研究が進んでいます。 このシリコン負極についてですね、電池アナリストは、業界ではシリコン炭素複合材料を採用する動きがあると述べています。まあ、研究室ではですね、様々な検討が進められているわけなんですけれども、まあ、実際この産業レベルではですね、炭素との複合材料というタイプが動き出しているそうなんですね。それはどんな構造かというと、ご覧のような中空炭素シェル構造です。